はい、久保です。今日はプログラミングの勉強の仕方を、解説しようと思うんですけど、例に使うのは、私が作ったデータサイエンス練習問題集かなの、問題で、関数の勉強のところの、再帰ですね。これを例に使おうと思います。で、これはホームページ、GitHub ページといって、公開されているホームページがあって、ここにこう、説明がついている。例として使っているのは、フィボナッチ数 FN というのを計算しましょうと。ね、で、ここにプログラムも載っている。それを、こういうふうに、左と右に、並べてやって、右側で自分でプログラムを、移すということをするのが、まず基本になります。写経っていうんですけどね。お経を移す。で、こういう勉強の仕方をするときによくやってしまうのがめんどくさいんで、これをコピーしてこっちにペーストして、で、動くねってね、やってしまう人もいるんですけど、これはダメです。全部自分で打たなくちゃいけない。で、写していいのはメモ代わりに、これ Jupyter Labo なんですけど、マークダウンというセルを作って、ここに説明のセルが出せます。そういうときには、ここをこうコピーして、メモ代わりにこういうふうに載せておいてもいいんですけど、ただし、コピーするとこんなふうに化けてしまう。で、フィボナッチ数は再帰的に、定義される数列であると。で、これを書きましょうというか、メモ代わりに入れたりするときは、コピー&ペーストを使っても構わない。ですが、プログラムは自分で書くようにしてください。で、関数を定義するので、で、def っていうキーワードで、で、そのまま写さなくても大丈夫です。例えば、フィボナッチってね、フィボナッチ、ここかな、スペル。で、n と。で、n というのを入れると、そのフィボナッチ数列を返してくれるような関数を、自分で書くと。で、こういうふうに、こういうのをコメントとしてここに載せておいても、構いません。こんな風にして書いておいても、分かるように説明をつけながら書くっていうのがいいと思います。で、とりあえず、丸々写してください。if n が1、もしくは n が2と。で、これで写しながら何をしているのかなっていうのを自分で理解するようにしてください。n が1と2の場合は、この上に定義があるように、1を返せばいいんですね。1を返す。だから、リターン1と。そうでないとき、これは else とするんですね。そうでないときは、リターン。で、これ、ここでフィボナッチ関数をもう一度自分で呼び出すと。ね、関数の中で自分を呼び出す。これが、リカージョン再帰です。でも、フィボナッチの何を呼べばいいかっていうと、ここに定義があるように、fn というのは fn-1 と fn-2 の和になってます。ってことで、足す fibo の n-2 と。で、これでプログラムができたかなっていうので、エラーがなければ、で、次のセルに行きます。で、ここでは、プリント f5 ってやってるんですけど、この場合当然、fibo ナッチの5っていうのを呼び出す。で、プリントってしなくても、ここに評価されてゴッと出てくるので、合ってるな、ということがわかります。で、もっとちゃんとわかりたいという人は、こっちにプリント文を入れてですね。で、例えば、プリント n は、n ですよ、と。ですね。で、それから、なんていうのかな。再帰的に呼ばれてるのを見たいというときは、中にプリント文をいっぱい書いてあげると、ここですね、最初に5が入っていく。で、次、4、3、3。で、2と1のときは書かないので、で、これ3のときは3が呼ばれて、で、2と1を足して3だよっていうので、また戻るんですね。で、今度は、n イコール4が評価されて、で、最後は5が評価されて、で、フィボナッチの F5 っていうのは5だよと。で、試しにもっと大きいのやってみると、こんな風になってるってことが分かります。で、それぞれ再帰的に呼ばれて、だから結構何回も何回も、
こう3が呼ばれるんですね。3とか4が呼ばれて、こういうふうに返ってくるっていうのが分かると思います。ね、F10 は55。で、もう一個例にいきましょう。今度は再起による組み合わせの列挙という問題です。結構長めの問題なので、これもまたコピーして、これを、ね、マークダウンセルにして、まあ、貼っときましょう。で、これプラスってやると新しいセルに行くので、でこれを借金をします。まあ、その前に問題読んでみましょう。1円玉1枚、10円玉1枚、100円玉1枚の組み合わせでできる8通りの金額をすべて表示する。うん。っていうのを再起を使って作りたいと。で、そのための準備として、1円、10円、100円のすべてを使った組み合わせの金額。まあ、この場合、単に100足す10足す1をすればいい。だけど、それを再起を使って書いてみよう。ということを考えましょう。で、まあ、ここに書いてあるので、その通りすればいいんですけど、一応、その、引数としては、i っていうのが、使うときに試したコインの数が i。で、合計金額を表す補助変数がトータル。で、コインの種類を表すリストですね。リストは、1、10、100ってリストを入れます。で、これもコピペをするんではなくて、書いていきます。def で、pay っていう関数を作りましょう。ね、で引数は i と、トータルと、コインですと。で、何をするか。もし、i が、コインの、この、リストの長さと同じだったら、3だったら、ってことですね。3だったら何をすればいいかっていうと、合計金額を、書き出します。そうでなければ、どうするかっていうと、ペイの i プラス1、トータルプラスコイン、i。で、コインというリストはそのまま。まあ、そのままなので、これ、コインっていうリストは、帯域変数としてもいいんですけど、この場合は渡すようにしています。まあ、これで書き上がりました。何をしているかは、この時は、まあ、理解しなくても構いません。やってみて、実際にプリント文とか入れてみて、あ、こうやって動いてるのかっていうのを分かるために、こう、写経をしているわけですね。で、今、コインっていうところに、1、10、100っていうのを入れて、ペイの、で、最初は0を入れます。0。で、0っていうのは、コインが0枚の状態。その時は、トータルが0なんですね。で、コインっていうリストを入れてあげると何が返ってくるか。っていうと、ここでプリントされて、全部出されて、トータル111となってます。で、何をやってるかを分かるために、中にプリントを入れてみましょう。i と、トータル。まあ、コインは何とかいいのかな。これで読んでみましょう。はい。最初に呼ばれたときは、当然00が入ってます。負けて、00が入ってる。で、次に、これを呼ぶのが、1枚多く入れる。で、トータルは何かっていうと、今、コイン i を入れてます。コインっていうのは、1、10、100のリストだったので、1が入ってくる。で、次に呼ばれると、11が入る。最後呼ばれると、111になって、その時は、i が3になってます。3の時はこっちに来るので、トータルは111ってことがわかります。まあ、これは単に再起を使ってるんですが、1、10、100っていうのを足してるだけのプログラムです。で、次に、すべてを列挙する。うん。列挙するって時には、こういう再起を使ってすることが、まあ、しばしばあります。で、結構分かりづらいプログラムになるので、まずは単に足し算をするっていうプログラムを作って、それから、再起のプログラムを書くことにしましょう。で、今のプログラムと、まあ、ほぼほぼ同じことが書いてます。こういう場合は、まあ、めんどくさいので、まあ、写経した方がいい。うん。写経した方がいいですね。写経しましょう。def の pay の同じですね。i, total, coin。で、coin っていうのは、さっき書いたのが残ってるんで、まあ、もう一回ここで定義してますけど、まあ、しなくてもいい。うん。で、もし i が len の coin だったら、3だったら、何するかっていうと同じですね。print, まあ、total イコール total。で、そうでないとき、ここが違ってくるわけですね。うん。どうするかっていうと、コインを今度は入れる場合、使う場合、使わない場合の2通りの再起を書く。なのでもう1枚増やして、トータル、そのまんま。もう1枚使うんだけど、コイン i 番目は使わない。
という時はこれですね、トータルは変わらないという呼び出しになります。もう一種類、今度コインを使う場合というのをその後に入れます。で、使う場合はトータルにさっきと同じですね、コイン i を入れる。で、これで再起を使った、ペイのプログラムが、できました。で、同じようにさっきの、コイン、1100でペイの00コインで読んでみましょう。はい、これで同じのが出てきました。1,2,3,4,5,6,7,8 通りですね。0ってのもあるし、さっき出した111もある。で、これは何をしているのかっていうと、この2つの関数を読んでるんですね。で、この場合、入れる場合、入れない場合っていうので、まあ、確認するためには、ここで、i、トータル、コインはいらないかっていうのと、今度は、こっち呼ぶときは、まあ、コインを入れる場合になってるんですね。入れる場合。だから、一応確認すると、二通り読んでるということが分かるので、まあ、これで呼び出してみましょう。今度は、その呼び出しの様子が、ここ、i トータルっていうところを、見に行ってるので、だから最初は00で呼ばれる。次は10なので、トータル0のまま1は、1だから最初は1円は入れない、10円は入れない、100円も入れない。で、ここに来てトータルが0円になっているということが分かります。で、こんな感じで、どこがどう呼ばれて、で、今度は、最初の、トータルコイン i を入れる場合ですね。だから、1円、10円は入れずに、今度100円だけ入れる。というのが呼ばれて、トータルイコール100が出てきます。で、今度はそこから再起が一歩下がって、2枚目を、入れる。ただし、今度は、10円だけ入れる。という場合は、ここで呼ばれて、2の10の時は10円。で、今度は、また戻ってきて、100円を入れる場合になる。今度10円入れた後に呼ばれているので、トータルは110円になる。ですね。で、今度また再起が戻って、今度1円を入れる場合。で、その後に、今度は、2番目のところは0なので、101って返ってきて、で、今度は、10円も入れる場合。最後に全部入れる場合。で、これで全部8通りの答えが、列挙されたことがわかります。これが再起です。で、ちゃんと自分で作って試してみて理解した後に練習問題を解くようになってます。で、練習問題はいくつかありますね。N の階乗を出す。うん、あとは、最大公約数を出す。うん、で、最後に、解分を出すっていうのがあるので、これだけやってみましょう。解分とは何かというのが書いてあります。解分というのは、パリンドロームって言って、前から読んでも後ろから読んでも同じもの。例で使っているのは竹やぶ焼けたというのを入れると、それは解分ですよ、パリンドロームですよっていうのを返してくるようなプログラムを書きたい。で、これ確か私の監修した、MIT の、教科書、コンピュータープログラミングの MIT 教科書ってやつで例で使ってたやつなので、まあ結構難しい。で、やってみましょう。def の全部読んだ名前で、par。これも自分の好きなように関数を書いてくれていいです。で、ここは文字列 s っていうのを使ってねって書いてあるので、まあ一応合わせて s というのを引数にしましょう。本当はテキストとかね、あ、テキストはいかんか。txt とかね、わかりやすい名前にした方がいいかと思います。で、ちゃんと読んでみると、再起を使って、この s という文字列が、まあ、解分かどうか。前から読んでも後ろから読んでも同じかどうか。で、ヒントが書いてありますね。で、文字列とすると、S というのは、最初の文字は S0。最後の文字は S-1 で、持って取れるんですね。で、最初と最後が同じかどうかを判定して、その後に、最初と最後を除いた文字列っていうのを入れて、また再帰的に試せばいい。ということが、まあ、全体の構造として、考えられます。で、最近の場合は必ずどっかで終わらなきゃいけないんですね。で、どうなったら終わるのかっていうと、これ最初の、文字列 S っていうのが、1以下になったら、だから、偶数か奇数かわからないので、0の場合もあるんだけど、最初と最後だから、この例で言うと、竹やぶ焼けたで、たとたが同じだったら、残りの毛やぶ
けやぶやけで、ずっとちっちゃくしてって、最後1文字以下に立ったら、それは回文で、まあ、最初と最後が違ったら、それは回文でないって書いてないんですね。したがって、この必ず終わるための if 文は、if、S の長さが1以下だったら、そしたら、回文です。true を返すようにしましね。で、そうでないとき、1以下でない場合、何をすればいいかっていうと、まず最初の文字です。if S の0と、最後の文字を同じかどうかを判定します。もし同じだったらどうすればいいか。最初と最後の文字を取って、まずこの S の1からマイナス1っていうと、文字列のスライシングをするので、最初と最後の文字を除いた文字ができます。それをパルに入れればいいですね。パルに入れて聞くと、ここにまた帰ってきて、またこの判定をして、1位かどうかを判定して、そうでなかったら最初と最後を、同じだったらまだ回文の可能性があるので、トライする。ということをします。で、それをもし最後まで行ったら、それを返すんだから、リターンかな。リターンパル。で、エルス。この場合違ってるので、これはフォールスを返せばいい。これでプログラムができました。で、試してみましょう。で、こういう時はまあコピペをしても構いません。長かったり、URL だったり、そういうめんどくさい時は、コピペをして、こう貼ればいい。で、竹やぶやけたを聞いてみると、true が返ってきました。で、もう一個、竹やぶやけてないっていうのを聞いてみましょう。あ、false が返ってきました。まあ、これで、ちゃんと、できたなってことが分かったら、まあ、一応宿題が終わりということで、まあ、こうやって自分で、問題、まず理解した後で、まあ、写経をした後で、自分でトライして考えてみることによって、まあ、データサイエンスの、まあ、プログラムの基礎っていうのは習得できるわけです。はい、ではまた。